ライオンエア904便着陸失敗事故は2013年4月13日に発生した事故。インドネシアジャワ島のバンドン発売島デンパサール、国際空港業のライオンエア904便がデンパサール国際空港手前の海に墜落し、乗員7人、乗客101人のうち46人が負傷し、うち4人が重傷を負った。事故後空港は90分ほど閉鎖された。 同系機のボーイング737事故機のボーイング737から 8GP は2013年2月21日にライオンエアの子会社であるマリンドエアがボーイングから受領した2013年3月20日に親会社のライオンエアに移籍し事故以前にはライオンエアで6週間ほど運行していた初飛行を2013年2月5日に行ってからわずか2ヶ月での 全損事故となった。904便は13時45分に、フセインサストラネガラ空港を離陸した。15時頃に着陸のため降下を開始し、15時8分に管制官が、方位120度から5ノットの風が吹いていると報告し、904便は1600フィートまで降下した。副操縦士は900フィート地点で滑走路を、視認できないと伝えた。機長は、 滑走路の末端灯を視認したため、OK、ライトが見えるから、侵入を続けようと言った。15時9分33秒にイーグポスが高度約550フィートでミニマムとコールし、パイロットはオートパイロットとオートスロットルを解除し、降下を続けた。その後、904便は雨雲に入り、視界が悪化した。150フィートで機長が操縦を交代した。 副操縦士は操縦を機長に任せ、滑走路が見えないと述べた。15時10分1秒にイーグポスが20フィートをコールし、機長は着陸復興を開始した。しかし、機体は1秒後に水面に接触し、機首から約20メートル、滑走路0級の南西約300メートル地点で停止した。NTSC は2013年5月15日に、 予備報告書を発表した。フライトデータは最低降下高度である466フィートを下回って降下を続けたことを明らかにしている。報告書によると890フィートで複操重視は滑走路が見えないと報告しており151フィート地点でもパイロットは再び滑走路が見えないと報告している。フライトデータからパイロットは二十フィート地点で 着陸復興を試みたが、すでに手遅れで直後に水面に墜落した。ボーイング737は着陸復興を行う際に上昇するまでに高度を約29フィートを失うため、少なくとも49フィート以上の高度で復興を開始する必要があった。機体に技術的な欠陥や故障があったという証拠はなかった。最終報告書は2014年に提出された。 2017年1月、インドネシア国家麻薬局の局長が904便のパイロットは薬物の影響を受けており、海を滑走路だと思い込んでいたと主張した。しかし、事故後に行われたパイロットの薬物検査で陽性反応が出なかったという運輸省の発表と矛盾している。NTSC は、事故機は最低降下高度以下では、飛行経路が不安定になり、降下率が 毎分1000フィートを超えていたと述べた。最低効果高度以下での最終進入中に機体が雨雲に入ったため、パイロットは状況認識と視覚的参照を失った。機長は復興を決断し実行したが、十分な高度がなかった。パイロットは空港周辺の天気を考慮した時期を得た、正確な気象情報を提供されず、最終進入中は特に天候が変わっており、 致命的な要因となった。7人の乗務員と101人の乗客を乗せた航空機であった。そのうちの95人は大人、5人は子供で1人が乳児であった。ありがとうございます。